ロマチ時代中期の武将。終わり国志五代。小田教信、または小田常松の子として誕生。郷の一時は、芝吉豪から返球を賜ったもの推定される。郷広の悲観、坂井七郎衛門広道が、苦行、までの工事と寄付者の代官と称して、自社領本所領を横領。その後、郷広の推挙でと寄付者は坂井を実際に、 大官としたが、横領行為を止めないためと寄付さは完了。細川持ちこれに陳情した。柿津元年、その責任を逃れるため、郷博氏は蓄転した。柿津二年、郷博氏の後を受け、時代、影湯、左衛門の城久弘が、終わり守護大となる。郷博氏は守護大の再任を図るため八大将軍、足利義政の奪、今参り局に働きかけ、今三局の進言で、 吉政より斜面の内諾を得る。しかし、海常寺の意を受けた、吉政の聖母、日野茂子がこれに起こり、困惑した吉政が斜面を保護にしたことにより、断念した。幕府の後ろ盾を得ることを諦め、法徳三年、直接主家の芝義賢に許しをこうが、受け入れられなかった。後に、越前国にて、将軍、吉政の上位を得た、海常寺に派遣された。 久弘らに殺害された。前の家文書、武功屋はでは、小田伊勢守る入道常松と、郷広氏を同一人物としている。しかし、この文書の信憑性については、諸説ある。また、縦内記の1431年3月8日の、条文には、小田小伊勢入道とあり、すでに個人であり、この両者を別人としている。ありがとうございます。